こういう時は、バスを探す。なんで、効率の良さ。だから、気温巻き物はスピナベリック。ね、でもう水面こうやって雨叩いてるんでトップには多分出にくいっす。出ないと思います。まずよっぽどじゃないと。こうね、釣れない。まだどこにバスいるかも絞れない。こういう時はね、迷っちゃいけない。もうひたすら打って打って打ちまくるっていう。少し下流へ戻ってきたトシ。気になるエリアを2分の1オンスのハイピッチャーでチェック。Hit. スピナベイ。よし、悪くないんだね。竹食いついてたね。見ちゃおうか。よいしょ。よし、オッケー。いいサイズ。よし。ねえ。待望のファーストフィッシュ。ここからゲームが動き出すのか。You are the master, Toshi.今釣ったのがね、ハイピッチャー2分の1オンスのダブルイオで、まあトレーラーフックね、 TN トレーラー1番かな、これ、うん、に今かかってたんだけど、うん、でまあ、何が言いたいかっていうと、白系 で2分の1オンスちょっと重たいで1段下で、バンク ベタベタじゃなくてやや沖にある竹食いにサスペンドしてるバスだった。水深は多分 1.5 ぐらいある、それ以上あると思う。なんで、まあもちろん今日水位高いし水も濁ってるからバンクビタビタのカバーも打つんだけど、それだけに絶対集中してない、うん、であればだってカバーにもっといるんだったらもうもっと釣れてるはず、うん、なんで、沖もこれでチェックしないといけない。でなおかつ今釣れたバス、沖にいたバスっていうのはヘルシーだったっていう。で長さも、まあ、この水域にしてはグッドサイズなんで、どっちかっていうと沖の、ね、釣りを、よりしていくっていう。であとは沖のバスイコール結構ボラとかいろいろベイトフィッシュ食べてると思うんだよね。だから今白いスピナベだったけど、クランクベイトも白系を用意する。あとスピナベ、まあ、ハイピッチャーとこういうコンパクトサイズの、あとはマックスっていう、まあ、レギュラーサイズ、ハイピッチャーよりも一回り大きいやつでの白系を用意して、レギュラーサイズのボリュームが欲しい時はこっちかなっていう、そういう風にスイッチできるように。Blitz MR にチェンジ。よし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 、 Got a bite。 よしよし、でかいでかいでかい、おー、いるよいるよ、よしよし、クランクベイト入ったるよ、儲けもん、よいしょ、ほら、ねえ、いいじゃん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 。 Blitz MR で good size をキャッチ。やはりやる気のあるバスはいる。 Keep up the pace, Toshi。 で今釣ったのがブリッツ MR っていう2メーターちょい潜る、うん、でナイロンのマシンガンキャスト14ポンド使ってます。で、まあ、よくこういう濁った水でローライチャートをね使うこと多いと思うんだけど、例えばチャートを使っててこうリアフックギリギリがかりとか、うん、でそういう時はこういうホワイト系っていうのが丸飲みする確率が高くなるんだよね。特に擦れてるバスはチャートを結構嫌う、うん、
あとここの場合ボラとかそういうね、あのこれぐらいのサイズのベイトをよく食べてるから余計白ってね、マッチザベイトなんだけど、まああのマッチザベイトじゃないにしても、ホワイトっていうのはすごい有効なカラーなんで試してみてください。当たった。スピナベフォール中カウンだって、はい、このレイダーに結構推進あるから今2分の1のハイピッチャーなんだけど、ゆっくり引きながらまたちょっとリトビトで落としてる時にパーンってね。この前溜まってるね、溜まってると思って。連発。やっぱフォールフォールフォール、うほほー、リフト&フォール、これでかいでかい、リフト&フォール、やっぱただ巻きじゃ食わない、これすげえね。一匹のヒントから展開変わってる。よしよし、一匹のヒントから展開かってるよーし、ね、はい、ハイピッチャー2分の1オンス、メインフックがっちりで、今のはリフト&フォール、あの水が入っているところ、下は多分コンクリートだと思うんだよね。でそこから下多分ドーンって落ちてる。でそこを普通に引くだけだったらこのバスはいない、うん、なんで、ね、そこから落として、あのこう多分ブレイクになってる、うん、人工的なで落として、その一発目じゃ食わない、でまた上げてまた落とした時に食った、うん、いやー嬉しいねこの一匹は、うん、ハイプレッシャーフィールドで手にした価値ある40アップ、ナイスジャーブ投資。戦略の軸となったスピナーベイト、広範囲をスピーディーにサーチしていく。で今ハイピッチャーマックスの2分の1をやってたんですが、4分の3オンスっていうね、重たいやつに変えます。で ブレードもちょっと大きく、でなんでかっていうと水も濁り気味、あと水も高いっていうのもあるんだけど、あとは自分ちょっと取って未知で、ね、もう手当たり次第バンクを流していく。だからバスが、ね、ルアーを見つけて飛んできて食いに来てくれる、それぐらいのボリュームが必要、うん、と感じたんで、まず大きいボリュームの、うん、でなおかつ重くしたのは、まあスピナーベイトって早く引くとね浮き上がってしまう、だから2分の1とかでねゆっくり引くんだったら例えば 1m、2m 引けるんだけど、ね、ちょっとスピード上げるともうすぐ 50cm とか浮き上がっちゃう、なんでそれじゃ嫌だから、クランクベイト並みに例えば 1m、2m もミディアムとかミディアムファーストリトリーブで引くにはやっぱり重たい。ね、ノーマルハイピッチャーだったら例えば8分の5オンス時に1オンス、ね、マックスだったら4分の3オンスとか8分の5とかやっぱりね。バスフィッシングを愛するアングラーたちと会話することもトシーの楽しみの一つ。お互い情報交換しながら検討をたたえ合う。でかかったね。でかかったね。
あなんかどんどん濁ってきたね水ね。濁り嫌だろうけど、でもここすごい。これをもし住んでたらこのエリアパラダイス。こんだけ臭いんだよこれ。ほら、何これ。10g に変えたんだから。カレントもあるし。ドライブシュリンプ 4.8 のテキサスリグでカレントの効いたカバーを打つ。Whoa, exciting. ね、フレッシュな動いてるっていう魚だね。できました、カバー打ち。よし、はい。やはり条件が揃っているカバーにはバスはいるんだよね。Keep catching those bass, Toshi. TNS オフセットの、HD ヘビーデューティーバージョン、ね、太いでしょ。フロロ20ポンドで豪快に合わせても全然伸びない。 PE ラインとかでも全然いけるね。30シュリンプ 4.8。 ここで移動、長門川をチェックする。厳しい濁りを見てチョイスしたのはシャープブレードのハイピッチャーマックス。当たったな。バスか、バスっぽい。でもガンガンガンって食ったもんね。オスプレイズアイシャープ31、千葉県長門川証言川を舞台にトシが最強パールを追い求める。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。